理事会の吉田です。まずは山岸市長5回目の当選おめでとうございます。まあ、これからもいろいろ議論させていただきまして、市長がスローガンに掲げています、創生、発展、持続を目指し、若い人たちが住み続けたい勝山を作るを実現したいと思いますので、よろしくお願いいたします。今回は、学校で実施する防災教育について、学校での避難所運営について、特設公衆電話について、航空写真を利用した防災対策等についての4件について質問させていただきます。一問一答でお願いいたします。まず1件目の学校で実施する防災教育について質問させていただきます。平成23年3月に発生した東日本大震災から復興途中という状況の中、本年4月には熊本地震が発生し、災害について学び、防災意識を高めることの大切さを認識させられ、学校で実施する防災教育はますます重要になってきたのではないでしょうか。そのような中、全国で先駆けて防災教育に取り組んでいる小学校の事例を少し長くなりますが、紹介させていただきます。東京都日野市立平山小学校は、平成25年度から文科省研究開発学校の指定を受け、防災教育を基盤とした未来へ生き抜く力を育む新教科、生き抜く科の開発に取り組んでいます。きっかけは平成23年3月に発生した東日本大震災です。日本は地震国、火山国であり、子どもの頃から自然災害のリスクに対応した知識、技能を身につけ、的確な思考、判断をもとに、安全確保のために行動できるようにしておく重要性を再認識させられ、危機を想定して回避するためには、指示を待たずに自分で考え、行動して、自分で考え、判断して行動できる力、答えが一つに定まらない困難な課題を仲間と助け合い、知恵を出し合って解決していく力を身につけることが求められています。そんな未来を生き抜く力を育むためには、防災教育を基盤とした教科の創設が不可欠と判断し、生き抜く科を開発して、防災教育を時間割上に位置づけ、体系的、計画的に学ぶ機会を設けることにしました。生き抜く科の研究開発では、未来を生き抜く子どもたちの必要な力、生き抜く力を、1、自然の恵みを大切にする、2、命を大切にする、3、人を助ける、4、共に生きる、5、防災に努める、6、安全な社会をつくるという6つの実践力として明確化、その基礎となる知識、内容、技能、スキルを4つ、身につけたい能力を5つに整理しました。その上で、これまで行ってきた安全指導や既存の教科、領域で実施してきた自然現象、災害、環境、健康、社会生活、情報などに関する内容を統合し、防災に必要な知識や技能を追加して、防災安全についての知識や技能を系統的、体系的に学ぶカリキュラムを開発しました。教科間の連携で、社会、理科、体育、家庭などから一部の時間を組み入れ、1年34時間、2年35時間、3、4年105時間、5年149時間、6年146時間の生き抜く科を実施しています。生き抜く科では、災害が発生する仕組みや災害の備え、命を守るために必要な行動に加え、自然から受ける恵み、地域の地形や歴史、安全で強い街づくりなど、多彩な内容を学び、大学や各種研究機関の専門家や地域の人たちの協力を得ながら、系統的、体系的に学びを進めています。5年生のハザードマップを作ろうでは、4、5時間目はリスクを予測し、安全な場所に避難所を設置するをテーマに、子どもたちが地図から地形を読み取り、その地域の災害リスクを想定して、情報を活用しながら、避難場所を判断する授業を行いました。子どもたちは3人ずつ、
9つの災害対策本部、グループを作り、1グループの中で沿岸部、山間部、河岸段丘の担当者、専門家を1人ずつ決め、それぞれ地図を見ながら危険な場所を予測します。その後、地形別の専門家グループに分かれて危険な場所を話し合い、その情報をもとに、元のグループで各地形の地図に避難所を設置します。終了後、他のグループがどこに避難所を設置したかをすべて確認し合い、安全で良い場所はどこかを考えます。6年生のまちづくりプロジェクトは、1、地震に強い、2、過去の災害を知る、3、洪水に強い、4、土砂災害に強い、5、情報の活用と発信、6、災害から守る場所、訓練の6つの視点から地域の課題を発見し、改善策、災害に負けない強い平山づくりを日野市防災安全課に提案しました。その後、イラストに描かれた町を見て、それまでの学びをもとに、どうすれば災害に強い町になるかをグループで話し合い、白地図に町を作り直す事業も実施し、災害に強い町を作る大切なポイントを考えました。生き抜くかをはじめとした取り組みの結果、子どもたちの自然や命の大切さへの意識が高まり、困っている人に声をかけたり、違う人の意見と折り合いをつける力、主体的に学ぶ力がついてきたそうです。同時に子どもたちが学びの内容を話すことで、保護者の防災に対する意識も高まってきたそうです。校長は何も起きていないときこそ知る努力をすること、自分の命は自分で守る行動を取ること、安全な町づくりを考えて実践することが必要。今後も地域や社会に開いたカリキュラムを作り、学校と地域が共同して子どもたちを育てていきたいと話しています。次に、新潟県三条市立第四中学校は、平成16年7月、新潟・福島豪雨と平成23年、新潟・福島豪雨で校区内に甚大な被害を受けた地域です。24年度からモデル校として防災教育プログラムの策定に関わり、27年度からは新潟県のふるさと新潟防災教育推進事業に参加するなど、防災教育に力を入れています。学校として取り組んでいるのは、小中一貫教育9年間で郷土愛を育成する防災教育です。校区内3小学校と共同で小中一貫教育推進委員会に防災教育部会を設置し、実践を進めています。水害をはじめとした災害に対する正しい知識を学んで、対応するための実践力を身につけるとともに、多くの災害に見舞われながらも、人々が暮らし続けてきた理由を学ぶことで、子どもたちが郷土への誇りと愛着を持つことを目指します。校区の小中学校が一斉に取り組むことで、出身小学校によって学習内容が異なる事態を避け、防災教育の系統性を確保しています。こうした防災教育の核になるのが、新潟県防災教育プログラムの自効化と地域とともに実施する小中合同防災訓練の2つです。新潟県防災教育プログラムの自効化では、どの学校でも使える汎用性の高い県のプログラムに、地域の特色や関係が深い内容を追加して、独自のプログラムを作成しています。最初に地域に関わりが深い洪水災害について、地域の人たちから提供してもらった写真や、地元産業の歴史的な背景を資料として、指導内容を自効化しました。その他の災害についても、順次自効化を進めています。防災の授業は、総合的な学習の中に、小学校は6年間で30時間、中学校は3年間で11時間実施します。中学校では、避難訓練を各学年2時間、小中合同防災訓練を各学年4時間行います。その他、各教科領域で関係する内容を学びます。中学3年を四中レスキューとして組織し、消防署や公益社団法人中越防災安全推進機構から
応急措置や防災用具製作の方法などについて、8時間の講習を受けます。自動化したプログラムによる防災事業、これを読んで私が一番ここで興味を持ったのがこの部分ですが、3年生では校区内に水に関する地名が多く、歴史的にも水害が多い地域だったことを確認し、人々がこの地域に住み続ける理由を考え、地域の良いところ、素晴らしいところを知ります。そこには先人たちが災害を防ぎ、産業を発展させるために行った努力があることを学び、自分たちには何ができるかを考えていく、そうして四中レスキューの取り組みにつなげていきます。2年生では、平成16年7月、新潟・福島豪雨で避難勧告が出ていたにもかかわらず、避難しなかった人の心理を考え、津波三原則を例に、避難時に必要な観点を学びました。1年生では、ハザードマップを活用して、自宅や地域の洪水災害時の危険性を確認し、取るべき行動を考えました。3年生は年度ごとに取り組む内容を変え、小中合同防災訓練の時に、下級生や地域の人たちに紹介します。小中合同防災訓練は、校区内にある避難所ごとに実施し、小中学生と地域の人たちが一緒にグループワークなどを行い、中学3年生が四中レスキューで学んだことを伝えます。これらの小中一貫教育9年間で、郷土愛を育成する防災教育に取り組んだことで、以前の単発の防災授業に比べ、知識の習得や実践力の育成が図れ、生徒の郷土への愛着を深刻化させ、未来への展望を持たせることができたそうです。また、合同防災訓練を行うことで、地域のまとまりや自分たちができることを認識することができ、四中レスキューを担当する3年生の責任感と自己有用感も強くなったそうです。同校は、防災事業や小中合同防災訓練に、地域の方々や保護者のさらなる加速を促し、学校、地域、家庭が一体となった防災教育を推進したいとしています。以上、長くなりましたが、2つの小中学校の防災教育の取り組みを紹介させていただきました。東京都日野市立平山小学校の未来を生き抜く力を育むためと、新潟県三条市立第四中学校の取り組みにおいて、子どもたちが郷土への誇りと愛着を持つことを目指します。人々がこの地域に住み続ける理由を考え、地域の良いところ、素晴らしいところを知るとあります。とあるように、市長が今後4年間の公約に掲げています、住み続けたい勝山を作るにつながり、小中学生の時から地域の防災を考えることにより、地域の愛着が湧き、将来勝山市へ定住してくれる確率も高くなるのではないでしょうか。現在、勝山市において、小中学校での防災教育の現状と今後の取り組みについて、考えをお伺いいたします。よろしくお願いします。梅田教育長。学校で実施する防災教育に関するご質問にお答えいたします。まず、勝山市の小中学校における防災教育の状況については、各教科における学習、それと避難訓練、さらには総合的な学習の時間を中心としたふるさと学習の中で防災教育を行っております。まず、教科学習では、主に社会科や理科、保健体育等で行っておりまして、例えば小学校社会科では、地域を知る学習の中で、比較的身近な水害や雪害などについて知り、人々がそれらの防災に向けて、どのような工夫や努力を重ねてきたかを学びます。また、中学校理科では、自然の恵みと災害という単元で、これまで日本各地で発生した
災害の実例をもとにして、大地震や津波、火山による災害と、その防災についてですね、いろんな観点から学ぶ機会を設けております。そのような学習で身につけた知識を生かして、各学校では年間2回以上実際の避難訓練を実施し、児童生徒を対象とした大雨や台風、地震などの自然災害や火災、さらには不審者への対応訓練、まあ、そういったもの、さらにはですね、保護者の協力を得た災害時の児童生徒引き渡し訓練、これも行っているところであります。またそれぞれの学校の地理的な特性に合った避難訓練も計画しております。例えば学校の立地状況で地震等により土砂災害が予想される場合を想定して、その土砂災害が予想される山の斜面から最も遠い方の校舎の2階あるいはまた3階に避難すると、まあ、これは垂直避難と申しておりますけれども、そうした訓練を今実施することとしております。総合的な学習の時間を中心としたふるさと学習では、自分たちの地域について調べる学習の中で、さまざまな災害を乗り越えてきた先人の知恵や歴史について学んだり、ジオパーク学習の一環として、地域の地形や地質の特性、およびそれらによって育まれた産業や文化についても学び、身近な防災教育に合わせて、地元への愛着と誇りにつながるよう努めているところであります。今後は議員ご紹介の他の自治体の取り組みも参考にさせていただきまして、これまでの取り組みをベースにして、学校とも十分相談しながら、地域特性に即したより実践的、効果的な防災教育の充実に努めていきたいと考えております。4番。どうもありがとうございました。まあ、小中学校から防災教育に取り組むことによりまして、ただいま事例を申し上げましたが、防災意識と郷土への愛着が高まるというような報告も受けていますので、今後ともより一層取り組みについてお願いいたしたいと思います。次に2件目の学校での避難所運営について質問させていただきます。本年4月に発生した熊本地震で、多くの学校が避難所となり、多くの学校が避難所運営など、さまざまな対応に迫られ、学校再開後は子どもの心のケアなどに力を注いできました。避難所となった熊本市立滝田小学校の教諭のこれまでの歩みと教訓を紹介いたします。熊本では大地震は起きないという認識があり、多くの県民にとっても、今回の地震は想定外のことだったと感じています。地震発生後、本校では約400人の避難者を受け入れ、体育館が大きな被害を受けたため、教室を開放しました。校区の複数の建物も被害に遭い、避難所から通う子どももいました。4月16日の本震以降は、翌日から出勤し、食料の配給を行い、本校では休日も教職員が避難所運営にあたり、交代で夜勤もしました。食料については、初期の頃は配給物は原則1人1つという約束をしていたが、多数の避難者が並ぶ中で、隣のおばあちゃんが歩けないので、もう1つと言われることもあり、葛藤の連続でした。本校に限った話ではないが、今回の地震は車中泊が多く、顔を合わせたことのない人が配給の場に訪れたため、対応に迷うこともありました。職員の間で意見がまとまらないこともあり、組織が壊れそうになる危険が何度かありました。これは避難所運営と余震がいつまで続くかわからない不安が影響していると思います。この出来事を受け、私はリーダー制を提案し、食料や物資の配給、防犯など分野ごとにチームを作り、リーダーが責任を持って判断することにしました。業務内容や責任者を明確にすることで、管理職の負担が減り、仕事量の偏りなども改善できました。今回の地震の教訓の一つは、
学校や行政、PTA、地域住民など関係者の間で避難所運営などでの役割をあらかじめ決めておくこと、日頃から顔を合わせ、いざというときに支え合える関係を築いておくことが重要だと実感しました。避難所運営を教職員中心で賄うのは負担が多すぎました。私自身も避難者にできる限りのことをしたいと思いながらも、自宅が一部損壊しており、避難所で生活しながらの活動となり、疲労が徐々にたまり、被災者が被災者を支援するのは限界があります。また、初期段階では被災者名簿を作ったり、バッジなどで識別したりするような取り組みも必要でした。もちろん避難所運営では途中から PTA の支援を受けられるようになり、ボランティアにも入ってもらいました。特に大学生のボランティアの活動には目を見張るものがあり、自衛隊の支援や他の政令都市などから派遣された教職員等の存在も大きく、外からの力は本当にありがたいものでした。学校再開は5月10日、それに先立つ8日に避難所を閉鎖し、9日は PTA と一緒に教室などの清掃点検をし、担任はこの間、子どもの登校の可否の確認などを行いました。子どもの心のケアのあり方について、校内研修も実施しました。参考にしたのは東日本大震災など、過去の被災地での取り組みです。Facebook でもさまざまな情報をいただき、助けられました。子どもの心の状態には、アンケートを行ったが、不調を示す項目、すべてに丸をつける子どもがいる一方、ゼロの子どももいました。大人でもさまざまな不調があるのに、子どもがゼロというのは考えにくい。そのため、授業でどう接していけばよいのかと悩んだが、笑いの要素を2倍にしつつ、ごく普通に行こうとしました。今回の地震では SNS などを通して多様な情報が拡散され、多くは〇〇公園で配給、〇〇温泉を開放など、善意で発信され、善意でシェアされていました。一方で、悪意を感じる発信も複数あり、本校も避難所でノロウイルス発生という内容が SNS で流れ、多数の人に拡散されました。感染症など二次被害を防ぐために心血を注いだ教職員にとっては大きなダメージになり、実際に避難者からの問い合わせもありました。記載内容が滝田省で食料が不足であったなら、教職員はその時点での事実を確認できるが、ノロウイルス発生であった場合、当事者が否定しても疑われかねない。善意は特に悪意を招くこともあります。過去にネット炎上した人たちの痛みがよく分かりました。事実確認が取れていない情報には、慎重に向き合ってほしいと願うとともに、これからの学校教育で何ができるかと考えさせられました。救援物資の扱いについても悩ましい現実がありました。地震から時間が経つにつれて物資が行き渡るようになり、避難者も減り、それに伴い余るものも出てきました。トイレットペーパーやマスクなどは学校で消費できるが、おむつは使い道がない。学校の判断で廃棄できるかどうか分からず、行政にも相談したが、置き場所が確保できないと返ってきました。県全域で活動しているボランティア団体と話し合い、不足している地域に運んでもらうなどしてきたが、これも学校単独で担うのは難しい課題でした。5ヶ月の活動を振り返って思うのは、特定の災害によらず、防災に関わる内容を教育課程の中でしっかり学ばせる重要性です。それは小手先であってはならなく、家庭で災害発生のルールを決めておく、最悪の事態に備えて公衆電話を使えるように10円玉を持ち歩く、地域の AED の設置場所を確認しておくなどの備えも大事にしたい。こうした教訓は生涯役に立たないことが理想ですが、いつどこで遭遇するか分かりません。
社会には正解がない問題がたくさんあり、人の価値観も多様です。今回の経験を通して、私たち教師がなすべきことは、こうした違いは当たり前のこととして認める心を育み、議論を通してより良い解を導き出し、高め合っていけるような教育を具体化することだと受け止めました。と、5ヶ月の感想を話されていました。風間市においては、災害に見舞われた学校施設が避難所となった場合、マニュアルでは教職員のみでの対応ではないと思いますが、熊本のように甚大な災害時には、数日間はマニュアル通りにはいかず、教職員のみの対応となることも想定され、教職員の負担は相当のものだと思います。そこで、勝山市として教職員に対する避難所運営、学校再開後の子どもの心のケア、デマ対策、救援物資の諸課題についての対応についてお伺いいたします。よろしくお願いします。上出総務部長。学校での避難所運営についてお答えします。勝山市の避難所開設運営マニュアルでは、避難所開設基準に達する災害が発生した場合、あるいは発生が予測される場合には、市職員のうち、あらかじめ指定された避難所管理責任者等が避難所に参集し、安全確認を行った後、避難所を開設することになっております。なお、平日の日中などで教職員が学校にいる時間帯に災害が発生した場合には、施設の安全確認を施設管理者である教職員が担当することとしております。また、避難者の誘導や人数確認などは地域団体、つまり地元区長などが中心となって行っていただくこととなっております。避難所を開設した後は、避難所運営について、避難所管理責任者や施設管理者と地域団体が話し合って役割を分担していきますが、基本的には避難所の運営は、避難者による自主運営を行うこととしております。ご質問の教職員に対する避難所運営については、勝山市の避難所開設運営マニュアルでは、熊本市立滝田小学校のような役割は求めてはおりませんが、学校施設を使用する関係で、一定の役割は必要になってくると考えます。また、デマ対策や救援物資等の諸課題については、地域団体で組織する避難所運営委員会の中の情報班や食料物資班が担当することとしており、避難者自らがそれぞれの役割を担っていただくことになります。なお、学校再開後の子どもの心のケアにつきましては、教職員やスクールカウンセラーが主体的に対応していただかなければならないと考えております。4番。ありがとうございました。災害はいつ起こるか分からず、今、部長からご説明がありましたとおり、日の日中の災害時におきましては、学校の教職員の方々は相当の混乱が生じると思いますが、滝田小学校のような例もありますので、この辺も今後の参考にしていただいて、マニュアル通りの対応をお願いしたいなと思っております。次に3件目の特設公衆電話について質問させていただきます。携帯電話の普及で見かけなくなった公衆電話ですが、県内の台数はピーク時の1984年度は6378台でしたが、2014年度は1335台と約2割まで減りました。数が減り、使った経験がない若い世代も多くなった公衆電話ですが、東日本大震災を機に、
つながりやすいということから、役割が見直されています。大学病院では、病院内に数箇所設置してあるのが当たり前になっています。NTT は災害時に備えて、回線をあらかじめ引いておく特設公衆電話を各地で導入しています。特設公衆電話とは、大規模災害の被災者や帰宅困難者が無料で使用できることで、地方公共団体、または帰宅困難者対策協議会が要請して、NTT 東日本、NTT 西日本が施設収容人員100人当たり1台設置する公衆電話サービスのことで、災害救助法の発動、またはそれに準ずる事態の発生で使用ができます。県内では越前市が指定避難場所への整備を進めているそうです。勝山市において避難場所の公衆電話の設置状況と特設公衆電話の今後の導入についてお伺いいたします。よろしくお願いします。上出総務長。特設公衆電話についてお答えいたします。特設公衆電話は、議員のただいまの質問内容のとおり、大規模災害発生時における迅速かつ確実な通信手段を確保するため、NTT が避難所への事前設置を行っているもので、今年の夏ごろに NTT の担当者から説明を受けたところでございます。この事業は配線工事をNTT が負担し、引き込み中や建物内の保護配管、電話機本体にかかる経費を自治体が負担するスキームとなっております。ご質問のうち、避難場所の公衆電話の設置状況につきましては、市指定避難所20箇所のうち、13箇所の避難所には公衆電話が設置してあります。また、健やかには、非常時優先電話が1回線設置してあり、災害発生時に外部との連絡回線を確保することができるようになっております。次に、特設公衆電話の導入計画につきましては、避難所ごとに特設公衆電話の設置場所を決めて、NTT との協議を進め、早期に設置できるよう努力してまいります。4番。どうもありがとうございました。最近は携帯電話の普及で、いつでもどこでも連絡ができるというような非常に便利な時代ではありますが、先ほども申しましたとおり、公衆電話の見直し等が非常に支えられるようになっておりますので、今後とも避難所での公衆電話の増設、または特設公衆電話への引き込み等の検討を早急にお願いしたいなと思っております。最後に4件目の航空写真を利用した防災対策等について質問させていただきます。平成23年の東日本大震災をはじめ、近年各地で甚大な災害が発生しています。報道機関により、災害状況を図面や航空写真等でいろいろ解説や検証していますが、災害直前の航空写真と災害が起きる数年前の写真を比べて解説している場面がよく出てきます。ネットで検索したのですが、全国の自治体において、固定資産税の課税のための資料として、定期的に航空写真を撮影して、前回の航空写真と最新の航空写真を比較して、その違いから固定資産税の課税漏れを防ぎ、適正な課税に利用している自治体があります。私はこの航空写真を利用して、災害等の解説をしているときによく思うのですが、3年から5年に1度、地区ごと、地域ごとの勝山市全域の航空写真を撮り、他の自治体が実施している固定資産税の資料をはじめ、勝山市の防災対策として、防災マップや土砂災害警戒区域の地図と重ね合わせて、地形の変化等を確認し、
災害を抑制することにつながるのではと思っております。その他にも航空写真と住宅地図や農業地盤図等の併用により、空き家状況の把握、耕作放棄地の把握が容易になると思っております。また道路や河川をはじめ、勝山市が管理している箇所の把握も容易に行うことができ、ホームページに航空写真と関係図面を掲載することにより、市民の皆様にもいろいろな情報が提供できるのではないでしょうか。ネットで衛星写真を検索することができますが、航空写真に比べて精度が落ちると思っております。初期の段階で、これらの資料を作成するには時間が必要と思いますが、作成後は各部署の業務の把握にも大いに役立つと思っております。勝山市において、航空写真を利用した資料整理の導入を検討される計画はお持ちでしょうか、お伺いいたします。関連総務長。ただいまの議員ご提案の内容は、GIS、いわゆる地理情報システムと呼ばれるものですが、これを活用したデータを、ホームページに掲載している自治体の例を参考にされていると思われます。で、GIS とは、国土交通省のホームページに詳しく説明されておりましたので、その一部を引用しますと、位置に関するさまざまな情報を持ったデータを、電子的な地図上で扱う情報システム技術の総称で、位置に関する複数のデータを地図上で重ね合わせ、視覚的に判読しやすい状態で表示できるため、高度な分析や分析結果の共有管理もしやすくするシステムです。地理空間情報、すなわち位置とそれに関するさまざまな情報のデータとしては、地形図や都市計画図、土地利用図などの基盤となる地図データや、地形をありのままに写し取った空中写真データ、その上に道路や河川などの台帳データ、人口や農業などの統計データ、固定資産や顧客リストなどの各種データベースなど、多様な種類があり、GIS ソフトウェアや、こうした位置空間データを加工、分析、表示することが可能となり、さまざまなデータを電子地図上の上に層、いわゆるレイヤーといいますが、そのレイヤーごとに分けて載せ、位置をキーにして多くの情報を結びつけることで、相互の位置関係の把握、データ検索と表示、データ間の関連性の分析などが可能となるシステムですと説明があります。勝山市においても、若手職員を中心に、GIS の導入について勉強会を行い、その有効性について検討しましたが、初期の導入費用がネックとなり、導入を断念いたしました。今後も情報収集を行いながら、導入について研究していきたいと考えております。なお、現在、固定資産税の課税資料として活用している航空写真につきましては、平成6年に撮影したもので、20年以上経過しているため、その更新について現在、検討しているところでございます。4番。どうもありがとうございました。まあ私もちょっとネットでしかちょっと検索していなかったんですが、まあ、航空写真を利用してですね、防災対策や税金、空き家、耕作放棄地、まあ、今後、各自治体が抱える問題の解決や把握に向けて、いろいろな、貴重な資料となるのではないかなと思っております。ただいろいろ若い人たちが勉強されたということですが、ネックが費用が非常にネックになっているということで、まあ、具体的な金額は把握できないんですが、かなりな金額になるのではないかなと思っておりますが、まあ、おいおい、こういう、計画をですね、
前向きに考えていただければなと思っております。以上で私の質問を終わらさせていただきます。ありがとうございました。暫時休憩だし